ばんは。今日もお疲れ様。お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。明日から遅くまで。お、すごい。手はちょっと待っての手でした。またって思う方も、もうしかしたらいらっしゃるかいらっしゃらないかどうなのか。わかんないですけど、私は今日リップを買いました。次はしたら東京で活動するんですか。そう、ポストカード A と B どっちがいいじゃろうか。ポストカード A はこちらです。ポストカード B はこちらです。好きな方をぜひ。にゃほー、デパコスじゃない。まあ韓国コスメなんですけど、これね、うるうるになるってね、そういうやつな。オンジョンニョン昨日発売だった。のあだこっちうるうるしてる。ちょっくらちょっくらオーバーに。どうですか。ベタ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 です。プル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 ですやん。そう、こんばんは。いや、ほんと2色買っちゃいました。あっちょいちょったわ。これはなんかコーラルっぽいやつ。まあまあ、もう一個もつけてみようかな。今日チークがコーラル系だから。マー君さん、ライザンさん、新種ゲットありがとう。月に何本ぐらい買うの。でもそんな、先月も1本、今月2本、いや先月2本、今月2本って感じかな今のところ。カラさん、新種ゲットありがとう。ソラハちゃんが配信で写真集買いに行くって言ってた。そう、今日話したの。
キャンセルになっちゃったって。前ね1月中にゲットしてくれてたから。そうなんですよ。リップは使い切りますか？使い切ったこともあります。今日は富士急ハイランドに行ってまいりました。あー、バスに乗ってたんですね。知人に道大阪行くって自慢したら広島行くしって返せた。え、ちゃんと配信見に来て買ってくれるのしねえ。あとミスちゃった。ちょっともう一個も塗ってみよう。こんばんは。うちはピンク。同じやつなんですけど色違い。じゃん。どっちがいい？あ、あ、シナのソラハさんポストカードで月写真集ゲット、ありがとうございます。シナのソラハさんありがとうございます。すごい望月もちおさん、ジェイマリンさん、セイヤンさん、ノッキさん、フェノムさん、ケンゴさん、ありがとう。スクショしとこ。スクショありがとう。新種買いましたね。ありがとう。新種に使う誕生日酒は2月16日からです。改めて新種購入予約ありがとう。 A が1月。そう、ありがとうございます。髪切りました。え、見たい。ソラファー、ドレッシーな部屋、今日の似合いそう。ほんと？ガンちゃん、ヨッシーさん、マサヒロさん、ノキさん、ありがとう。生でも画面越しでも美しいで今日会ったから、ソラハちゃんに。あらま、そう、この服褒めてくれたんですよ。ソラハちゃんはおしゃれって。今出しちゃってる。セットアップなの。もう切れてるんですよ。こんばんは。ニューニューステビースありがとう、嬉しかった。ね、かわいい。めっちゃかわいい。ほんと？袖の感じがかわいい。そう、なんかね気になってたんですよね、こういう袖。でもちょっと中ゴワゴワしてるの着ちゃったから、ちょっとね落ちづらいというか。広島そのツアー行けます。待ってます。ありがとう。まつげが、そう、今日まつげもねパチパチなの。よく気づきましたね。うんうん、買い直せて安心しました。ありがとう。友達やんさん、のんたさん、ゆうとさん、ありがとう。
ちゃ綺麗に巻いてる。何を？チラ見えする後ろのタペストリーが、これいいよね。今日スタッフさんにお会いしたから、タペストリーめっちゃかっこよかったですって言った。好きです、可愛いです、素敵です、今日も美しいです。ベタごめんや、ちょっとこのトップ、そうかも、トップスが短めなのか。そうなんですよ、私短め好きっぽい。髪をきれいに巻いてる。これはね、やっていただきました。今日は撮影してたの。こんばんは。チェーンはどうだった？あ、言ってないまだ。待って待って、やらんといけんこと思い出しちゃった。待って、友達やんさん、あ、A、B 両方ゲットありがとう。デサイズハ、デサイズハートさん、ありがとう。ソラちゃんニヤニヤしてる、1500日配信の記念になったって、おめでとう。1500日配信すごい、よくやってるよ、素晴らしいわ。継続は力なりですから。こんばんは。ちょっと一旦ミュートにしていいですか。こんばんは。やらんといけんこと思い出しちゃった。じゃあマックス何日だったっけ、何日だったっけ。
よし、ちょっと待ってね。マックスさん、セイジさん、こんにちは、邪魔したありがとうございます。一つ目、二番目、二番目、どちらかというと二番目の方が人気そう。じゃあこのままでいいか。あの500文字書かんといけんかった。なんで役の女子大丈夫。もう書いたの。今から前髪かわいい。今日いい感じにいったのよ。前友達とみちのショールーム見てたらすっぴん可愛すぎてビビってました。いやいや、だってね、ショールームの肌加工してくれるからさ。そんな、ありがとね、嬉しい。もう500書いてたら天才かと思った。すごすぎる。歌の先生にあのサイレン、ずっとサイレン鳴らしときなさいって言われました。あのピッて言った。加湿器の音です。こんばんは。あのね、加工、加工してるよ。どこだっけ、加工って。くっきり、くっきり、ほら、ぼんやり、くっきりの中間らへんにしてる。熊取り、あんま変わらん。ちょっと変わる。熊取り今ゼロ、これ100。逆にゼロの方がいいのかな。あと瞳をキラキラさせてる、ほら。あと歯を白くしてます。肌滑らかにしてる。それだけですね。カニチックさん、マックスさん、シゲヤンさん、ありがとうございます。一瞬記録だったね。熊取りもできる。そうなの。新しいサッカースタジアムには行ってないんですよ。割と勝ち痩せた。うんね、今じゃあゼロにしよう。ゼロ。これだってさ、これトーンじゃん。くっきりそった方がよくない？ほら、くっきりせん方がいい。目もキラキラしてた方がいいでしょ。ほら、
別にその、ね、PS5 持ってない。お父様はスタジアム行ってました。こけら落とし、チークとかつくんですか。あれチークとかはつかんよ多分。わあ、なんか手大きい。でもいいね。こっちに見慣れたらあれだな。写真集がキャンセルになるってポスト見たけど、自動的にそうなる。そう。今日ガンバ大阪戦でしたね。ゲラ落とし。初めてのまとめです。嬉しい、ありがとう。サイレントそうそうそう、歌のね、あの地声と裏声の切り替えみたいなもの、もう一回買えば。そう、ごめんなさい、ってずっとやっといてって。みちこさん、再度写真集会に行きました。ありがとう、ありがとう、アナウンスありがとう、ありがとう。にゃ、大さん、ありがとう。りょうさん、しげやんさん、ブルーさん、ありがとう。ってやっといたら歌が上手くなるらしいですよ、皆さん。じゃあ500文字は私今から書きながらこれをやろう。イヤホン通信だかも。嘘、ごめん。裏声って難しくないですか。なんか鼻ここに当てるみたいな。リビングでスピーカーで鳴らしてたら家族で行くじゃん。怖いじゃん。しゅんさん、写真集ゲットありがとうございます。トラマルさん、写真集ゲットありがとうございます。すまん、眠れん。え、寝ようとしてる。ミュートしました。
インコが一緒にピー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 、インコの真似できますよ私。いきますいきます。あ、でも久しぶり、あんまり最近やってないから無理かも。できるかな。いきます。インコの真似。え、これインコはこんな感じですよね。インコ飼ってる方こんな感じですよね。ワンって言ってないよ。ピヨって言ってます。ピヨって。私もインコ飼ってた時があるんですよ。その時はこの声で会話してたのに。トミーさん、瀬戸内のゲンハさん、ありがとうございます。その時でも中学生だった時はもうちょっとキーが高かったのかもしれん。やっぱりちょっと大人になってキーが下がったかも。なんてお名前だったの。イコちゃんとクーちゃんです。チャモくんが赤ちゃんの頃、チャモはいなかった。その時まだまだチップの時代。セキセイインコです。だ、細かいごめん。インコの種類で鳴き方全然違う。あ、そうなんですか。セキセイインコちゃんでした。どれくらいのレベルアップン好きですか。大好き。テテテテテテテこれはインワンコ、インコ、ワンコ、インコ、ワンコ、インコ。何色のインコ。イコちゃんは1月5日にうちに来たからイコちゃんで、クーちゃんはお空色だったんですよ。綺麗な水色とちょっとところどころ白とか黄色が入ってる感じで、くーちゃん、空って書いかんけど、くーちゃんっていう名前でした。ほら、わー全然違うじゃない。ほら、わかる。ワンコ、インコ、ワンコ、インコ、全然違うじゃん。B がインコ。B A B 問題。格付け。いけるかな。500文字。ちょっと待って。今日も開封したいんですよ。30分までに。ちょっと待って、
ズルル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 ちょっと難しいな。文章書くのって難しいですよね。イマムーさん、マサヒロさん、カニスティックさん、ありがとうございます。普段から部屋着もそんな感じ。違うよ、今日はお外に出てたのでお仕事で。ちょっとだけおしゃれして、出たんです。なんか喋りましょうか。仕事で文章を書いていたが浮かばないときはさっぱりというときもあった。難しい。あ、そうなの。パソコンないの。あるけどタイピングできません。できるようにならんといけないよね。でも皆さん、どこに行きたいですか？旅行に行くとしたら、どこでも行けるとしたら。何でもできそうな道苦手なものあります？あるんですよ、巻き舌、水泳、2級2級のみ。結構みんないっぱい行きたいとこありますね。お、尾道広島城。あら、いいとこですよ。泳げないの？そう、泳げないんです私。実はとっても
意外、よく言われるかもしれない本当に結構金槌浮かないんですよね。今103文字。私のタイピングがさ早いかさ聞いといて。なんで文字数わかるの？そういうアプリを使ってます。筋肉質だから沈む。いや、そんなことないと思う。今日までに提出でした。ちょっと考えながら時間遅いな。ギリだね。ね。あってなった。あって。あと8分で終わらせる。
なんか日本語が変な気がする。420文字になった。520文字、ちょっとこれで一回送ってみよう。論文、小論文とかはさ、プラスマイナス20までは OK って私習ったんだけど、返信すごい29分じゃない。めっちゃマイルール出してきた。え、そうなの？マイルールなんですかこれ。習ったんじゃけど何書いてるんです。え、言っていいのかな上書きしてなかったですか。この音聞けるサブスクあるなら払う。え、これ何の携帯から、何の携帯からっていうか出るよあれで。あれあれでマナーモードにせんければ iPhone から。こじたつじは見返しながら書いてるから大丈夫。それでは今日もやっていきましょう。でも今日は全然なかった。全然ない今日は本当に。
今日は6つです。今日のサムネ必要らしいな。え、それで見に来てくださったんですか。キメキメサムネ、はい、今日は6つゲットしてきましたので開封をしていきたいと思います。今日も里のダイヤモンドさんを求めて狙いは それでは行きますね。飛行機なんだ、ありがとう。ジユさん写真集ゲットありがとうございます。ウマ娘プリティダービー開けていきます。このこれはもしかしたら出そうだから、この子がおしめなんですよ私の。これは大きく写ってるから出そうだから、これを最後に開ける。ではこっちを先に開けます。開けます。手慣れてきたし、じゃあこれを置いて、これもウエハース昨日と一緒。いきます。じゃん。お、マンハッタンカフェ。なんか昨日より見やすい。やっぱ明るいけん。昨日出てないよね。マンハッタンカフェさん。ありがとうございます。かわいい。これは？サポートカード SSR だ。めっちゃ出るやん、SSR。すごい。続きまして、開けまーす。開けます。里のダイヤモンドはそう1タイプしかない。いくよ、じゃん。メイショードと、あ、昨日いた、かぶっちゃいましたね。名称どうぞ。こんばんは。かぶりが出ました。ジュウさん、両パターン、ショウジさん写真集ゲットありがとう。ハロウィンショーの子だ。これはね、そうなの。名称どうぞ。じゃあキャラクターカード勝負服ですね。やばい、もう今日はさ6個しかないから、うん、まあ、見て、いっぱい優しいパッケージの上発だからサクサク。そうなの、いきます。トムさん、写真集ゲットありがとう。ありがとう。いきます。じゃん。わー、好き、声優スカイちゃん。あら、かわいい。サポートカードスーパーレアですね。かわいい。お水飲んでます。ねえ、リアクションめっちゃお得。嘘。はい、
あと3つ。お、フジアンさん、写真集ゲット、ありがとう。確かに。あと何個なんじゃろう。あれまで、コンプまで。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。昨日はかぶりが1個だったんじゃね。で12、13、今13個持ってて全30種です。なんでまだ17種ありますね。あと今日開けられるのは3個。よし、行くぞ。でもこのね、美味しいんですよ、このウェハース。行くよ。いよいよ明日から大阪にします。あ、いや、もうね、みんなが着々とドキドキするやん。行くよ。じゃん。お、成田トップロード。え、かわいい。14週目です、私の中の。4月4日生まれだって。体重理想的って書いてある。かわいい。これはキャラクターカード、勝負服ですね。やっぱ勝負服いいよね。その子によって違うから見るの楽しい。続きましていきます。はいはい、誕生日近い。お、推しになるきっかけにいきます。じゃん。お、スイープ投手。これも初めてよね。これもあれな気がする。あ、これキャラクターカードじゃん。何これ、気強い、かわいい。ハロウィンみたい。この子もでも私に欲しいのはこのダイヤモンドさんなんです。最後。いやー、怖い。もうなんか、あ、見えちゃった、ちょっと見えちゃった。いきます。じゃん。来シャワー。あれ、ライスシャワーってさ出んかったっけ昨日。嬉しい。メイクアップヴァンパイア、ヴァンパイア出んかったっけ昨日。出てないか、見てない気がするよね。引きはとても強いと思うんです、私。初見。これ一番上に書いてあるの。そう、この後ろのさ、キャラクターカード、勝負服の一番上。勝負服の方が制服よりレアだよね、きっと。逆にさ、ブロマイドカードとかが出てないんだよね、そんなに。2個ぐらい、2、3個出たか。ビジュアルアートカードも出てない。ビジュアルアートカードも気になる。アートカード
聖なる夜に重なる奇跡、 Leap into a new world Days in a flash。 佐藤さん、佐藤さん、としひろさん、写真集ゲットありがとう。ピオーネ 4WD さん、うゆさん、ふじやんさん、写真集ゲットありがとうございます。 Thank you。 よいしょ。あ、こういうやつか。なんだっけこれ、ビジュアルアートカード。やっぱスペシャルカードだから出ないのかな。スペシャルカード、苦い苦い人生、苦いから一個食べよう。いただきます。ごちそうさまでした。髪型ね、編み込み。両編み込みです。はぁ、今日のビジュメジュース本当？服とかも合わせてってこと？食べるの早ね。紅茶でもお持ちいたしませうか。紅茶飲みたい。私もなんかこういうお洋服の方が似合う気がしてきたんですよね、自分に。こう綺麗めというか、ふわふわベージュみたいな感じより、グレーさらっとみたいな。今日もミルクティー飲んだけど。 TJ さん、写真集ゲットありがとうございます。首元高めの綺麗め路線。え、でもね、首は本当はね、開いてる方が私は似合うのよ。冬は寒いから。そう、なん
トルネック着るんやけど、普通の服装に悩むんだけど、多分普通の格好できます。なんでもいいよ、ゆったりした服でこう緊張する服より着てて楽な服でいいんじゃない。何もなりますよ。ツアーティーじゃなくていいの？ああ確かに。あのスタッフさん用にね、20着ぐらいこのマッピューティフルムーンのスタッフ用なんだっけ、これこのこういう服なんだよなっけ、パーカーじゃなくてスウェットをね作ってくださったんですよ。でもこれは欲しいっていうお声が多ければ、なんと販売も視野に入れてくれるそうですので、皆さん言った方がいいかも。ね。言わなくても分かっ、いや声が欲しいのよ。分かってよ。その声はどこへ？え、スタッフさんかな。あのなんて言ったらいいんだろう、ひげが生えてるニコニコし多分してる方に、メガネじゃなくて米川さんっていう方に、すっごい欲しいんですよね、あれ販売してくれませんかねって皆さんが言ってくださったら、多分すごく喜んでくださって販売につながると思います。下顎ですか、いやここからちょっとどうだったっけ、米川さんを探してくださったら、グッズ担当の人じゃない全然。歯ブラシさん、写真集ゲットありがとうございます。分かってしまった、本当分かんない、なんかどうなんだろうね、どうだろう、剥がししてるかも、してないと、あのソロツアーやろうって言ってくださった方でもありますので、皆さんすごくお礼を言ってくださいっていうのもおかしいけど、なんかありがとうございますって言ってくださったら、めっちゃ喜んでくださって、他のメンバーにもつながったりするかもしれない。そうベートーベンさんとかが、そうよく名前出すと思う、そう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 、じゃけん私は知名度あるんかなって思っとったんじゃけど、あんまり皆さんあれなんですね、わかんない、もうわかんないよね。昔からおじいさん、和樹さん、写真集ゲットありがとうございます、ありがとう。たまにヨネって言ってる人、その人、そうそうそう、 X に写真載せないですよ。ありがとうとお伝えください。会場にいらっしゃるので
皆さん探して。 MC の時にアンケート取ろう。確かに紙置いとこうかな。米川さんへのお手紙はこちらにどうぞみたいな。ね、それもありかな。もうだって今日寝たら明日がもうツアーですよ。ソロツアーいい。どうする、みんなドキ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 。私あれなのかな、配信できるのかな、大阪の日。その人がベートーベンに似てるの。うん、ベートーベンさんっていうお笑い芸人さんがいらっしゃるんですよ。で STU の MC とかよくしてくださるんですけど、ベートーベンさんっていう方が、うん、コンビの方が、その方々がいじるスタッフさんがいらっしゃって、それがヨネさん。こう余裕ある感じじゃないと思う。うん。昔からおじいさん、選手両方ありがとうございます。余裕あるかしら。そうだね、いっぱい練習したからきっと大丈夫だと信じて。緊張しますよ、私とっても緊張しいだから。今日もこいつは初日応援してるね、ありがとう。ソロツアー楽しみ、大阪昼公演と広島行く、ありがとう。配信もないのでね、これそうっていう方は来てほしいな。大阪の昼&夜、昼&夜と広島に行きます。ありがとう。そこの時間はどのくらい、多めに見て1時間半とかかな。うん、いやもっとかな。配信みちが大人と掛け合ってもらって、いやいや現地で感じてほしい。多めで1時間半なの、いや多めだと2時間とかかも。後日映像が出ることもないの、どうですかね。七の曲ならあるのかな。今のこのすっごい綺麗な色のリップどこの、リップ褒められること初めてじゃない。ヨンジョンヨンさんの昨日発売だったリップです。展開があるの、そう、お席によって。うん、待ってます。本当にドキドキです。フフ。ムーンナイトシート限定だよね。そうなの、お席によってねちょっと内容というか変わっちゃうんですけど。大阪絶対来いよなって言ってさ、
写真集ゲット、ありがとう。大阪絶対来いよな。あさってですけど大丈夫でございましょうか。うんうん、あー、うん、髪型とかどうしよう。あの写真の感じかと思ってた。わかんない。だ、限定じゃないと思う。意外と見て。髪型とか見てですよ。毎回変えれると思うから。片方に流したりとか。配信はないんですよ。もうなんか前日の気分。タペストリーの帽子みたいなの被るならアップできない。いや、アップもできますよ。私の頭皮の柔らかさを最後自慢して終わろう。はい、それでは壇上読んでいきます。13位サチさん、12位キミさん、11位台湾のコウさん、10位ウマちゃんさん、9位ジャストミトさん、8位ナベさん、7位風みどりさん、6位カズノリさん、5位ブルーさん、4位マサさん、3位デサイスハートさん、2位マサヒロさん、そして1位はトゥルルンジャジャン、2月10日のナッカナイクさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はトゥルルルンジャジャン、マニュアルさんでした。ありがとう。喉の調子はどうですか。ちょっとなんかインコとワンコの真似してちょっと変になってきた。やばい、ちゃんと寝て直さないと。それではおやすみなさい。皆様ありがとうございました。ごきげんよう。